やっていきますかね。やっていきましょう。焼きつくもしきよシリーズのパート、また忘れた。また事前に調べるのを忘れた。27かな。パート27。やっていきます。どうも、アザラシです。焼きつくもしきよシリーズとは言いつつも、もう清宮のことよりもこのシーズン勝ちたくなってる。なぜ新人選手を4番に据え続けてこんないい順位をキープできているのかは不思議だが、なんかわからないけれどもいい調子です。現実の方も時間が、9月16日ぐらいに撮ってるんでね、ちょうど9月2週目後半といったところでしょうか。ゲームの実況の時間と、ゲームの時間と現実の時間がだいぶ似通ってる。似通った位置に。久しぶりにやる感じになるな。1週間ぶりぐらいで、なんか、1週間、2週間ぶりぐらいで、なんか久しぶりにやるなって感じですね。ただ、本当のところ、ゲームをしとる場合じゃない。漫画を描かないと。サークルの漫画を描かないと。こうして見るとね、春先から見てたらね、なんかだいぶこう伸びてるなみたいなところわかるよね。例えば立山のこのカーブのところがさ、この矢印のここまでかかってるとかさ、そういうちょっとした伸びがね。時々某 J とかを見てるとドリキャスのスレが立ってたりして、そういうところで焼きつくの話をするとなんか懐かしいよねってね。現実でドリームキャスト懐かしいよねって話す人がいないからさ、某掲示板で話してドリキャストが楽しよかったということ、解雇主義に駆られている。でもね、本当ドリキャスト素晴らしいんですよ。ドリキャストは素晴らしい。そのドリキャストの素晴らしさを全世界に伝えていきたい。セガのスーパーハードだから。そしてそのドリキャストの中、三千と輝くドリキャスト誌の中でも、ドリキャストのソフトの中でもひときわ強い輝きを放つのはこの焼きつくですね。言いたい放題言ってる。もう優勝待ったなしなんだよな。ここらでちょっと手綱を緩めたい感ありったけど、まあ、5.5 ならまあ大丈夫でしょう。涙投手を当てがったらこんなことに。いやー、総じて炎上してるな。さっき褒めた立山も普通に自責2だな。買いまたぎさせる系じゃねえか。体力満タンじゃないけど、関根かな。これ小林って、これ小林正秀ね。小林正わかるかな。そしてこれ、清水は、直行はあれだよな。まあ。8ゲームまで縮んできましたね。ここでガンちゃんが20勝をかけて登板です。しかし普通に負けと。立山がさ、なんでこんなに打たれるんだろうね。不思議だわ。まあ、これはしゃあなしな部分あるわ。エラーも絡んでるし。そしてここでは、まあ、これもそんなに言うほど悪くない。ここら辺でちょっとこう、清水が打たれの、立山がフォアボール、左中間真っ二つの二塁で、真っ二つすぎる。そして犠牲フライ。これがいかん、これが、このフォアボール二つが。立山、そんなにコントロール悪いはずじゃないんだけどな。もしかしたら、つけている扇風機の音が、やかましいかもしれん。でも扇風機を切ってもパソコンのファンの音がうるさいという。パソコン買い替えたいです。このボロの XP、ボロとは言わない。ポンコツの XP がな。いつまで動くのか。動くもの、大丈夫なものってギリギリまで使い倒したくなってしまう性分で。壊れるまで次のものを求めにくいよね。さあ、この週終わって、多分今週じゃ多分優勝しないね。来週ぐらいにもしかしたら優勝するかもしれない。優勝の試合はじっくりと実況していきたいなと思いますけどもね。もしかしたらそれで時間を無駄に食うかもしれないけど、ガンちゃんもしかして2桁20勝無理か。沢村賞出ないぞそれじゃ。
早く金子誠に帰ってきてくれないと、もらわないと。結構打率が落ちてきましたね。100打点いくかな、怪しいな。こうやってね、実況の動画を上げちゃいるけれども、実況の動画はなかなか伸びがね。抱きつくだけが伸びてるという、抱きつくだけはまあまあ見てくれる人がいるけれども、他は頑張ってあげても全然伸びないからな。昼間から管を向いてる、巻いてる。ゲームの実況が伸びない、ゲームの実況が伸びない一方で、ちゃちゃっと上げたドローイングのソフトゲー、ドローイング関係のやつが伸びて、でそれにかこつけてちょっと絵描いてみたけど、絵描いてみたやつはまだ伸びないっていうね。どうすりゃ YouTube の動画が伸びるんだ、誰か教えてくれと言いながらも、できるのは焼きつくだけ。ちょっと調子が落ちてますな。ヤシがスカスカすぎるだろこれ。ダイソー要員しかおらん。よくこの選手層で首位走ってんな。おー、オリックスの対決か、いいですね。久しぶりにイチローと対決ができる。イチロー対関根でいくかな今回は。ここら辺でガンちゃんを当てよう。ほい、よっしゃよっしゃ、これガンちゃんいけるぞ、いけるぞ、20勝がいけるぞ。防御率 3.84 で20勝か。いや、まあいいでしょう。それだけこのビッグバン打線が強力ということだ。そしてうちの関根雄介を防御率 2.37、 かなり勝ちは濃厚でしょうねこの試合。いややっぱり湘南を生かせよう。どっちがいい、下手に投げさせて打たれるのも嫌だしな。湘南にしよう。負けても湘南。清宮はどんどん打率が落ちてるな。2割7分いきそうだな、このままいくと。つまりこの辺りの試合でも清宮は4打数ノーヒットを。4打数ノーヒットだもんな。いやー、ちょっと下降線をたどってます。下の近鉄がついてきてるから、マジックナンバー自体はあんまり減ってないね。これ動画撮ってエンコードしてあげたら、ちょっと出かけてあのフードコートで漫画のネーム書きます。書いてで、もうネーム完成させよう。10ページぐらい書こうと思ってたんだけど、あのね、サークルの懐事情を鑑みた結果、あんまりページ数多いでやばいんじゃないかなみたいなことを思い出して、下手したらこれ200ページ超えて10万円とかいくぞとかと思う。そのもしも10万とかいく中で、しょぼいページで1ページ2ページ書くのはちょっと申し訳ないなと思い出して、それでさあ一郎だ、ちょっとこうページ数を削減というか詰めようかなと。ナイス、よし、いいですね。無難ですね。いや、あのセガの奈良原が機能してる、割と悪いなりの守備を。しかし内野ボロボロだけどな、うちのチームこの日ハム、よくやってる、ようやっとる。お、小笠原ゆっくりと打席に入ります。小笠原が絶好調なのか今調子が。3割4分8厘30本89打点。これからの試合の運びによっては100打点超えそうだな。2番で100打点はちょっとロマンだな。まあ、現実のハムはね、今3位につけてて、4.2 で 6.5 ゲーム差ぐらいか、首位西武と。なかなか厳しいわな。厳しいけど、今年のハムが3位につけてる時点ですごい大健闘なんだね。大谷っていう穴が抜け、大野っていう正捕手が抜け、そして増井っていう抑えのエースが抜け、谷本も消え、中継ぎのエースも消え、その中での3位だから、でも全然大健闘、すごいなっていう位置にはいるんだけど、もうちょっとだから、もうちょっと頑張ってほしい。
もう一踏ん張り、あと20試合ほどもう一踏ん張りで、まあ首位西武をまくれるかというとどうかなとも思うけど、でもまだ諦めちゃいけないし、それができるのがハムだと思うから頑張ってほしいなと思いますね。これといって今年なんかすごく良くなった要因っていうのは特にないんだけど、でも頑張る、うぃー、勝だ、藤立、やっぱ勝田を先発起用したのが失敗だったな、これは。うん、袋叩きだ。よっよよ、4番清宮の打席がヒット打ったわ。一応今年のハムとしては、やっぱり清宮獲得が一つ大きな話題というか、まあ、それぐらいしかないというか、まあ、清宮というのがあったんだけど、現実問題清宮使ったで打率2割ぐらいしか打てないわけじゃない。それで勝つってのは難しいよね。まあ DH とかで今使ったり、今ここに来て使ったりしてるけど、それでもやっぱり清宮のパワーで勝てるってほど、音が違う。でっか、稲葉すごい、全然期待してなかった、なんとなく見てた。稲葉すごい、おほ、全然期待して見てなかったなわけで、何言ってたんだ。清宮がいるからって別に勝てるわけじゃないでしょ。先発投手だって大谷が抜けてるわけだから1枚減ってるし、もう1人先発ができる可能性だと麻酔もいないわけでさ、先発も全然足りてない。マルティネスとか ロドリゲスだっけ、あとまあ堀とかさ、出てるピッチャー、まあ出て新戦力的なピッチャーいるけど、それだって別にね、有原だってね、全然だしさ、相変わらず全然だしさ、そんな中でもまあなんとかサインはすごく健闘してるなと思う反面だ。あれ清宮の打席どうだった、今見てなかった。なんか打ちそうじゃないな、この打席も。まあハムはどうなるかな、まあどうなるかな。まあ3位でも十分だけど、3位でもしもクライマックスシリーズいけたら優勝できるんじゃねっていう気はしてる。あ、全然ダメでした。全然ダメでした。まあ北海道の希望であってほしい、日ハムは。北海道の地震もね、なかなかあったけどもね。まあただ地震がドーンと来たからって、一気にこう、なんだ、生活が揺らぐっていうレベルになる人はそこまで多くはないんだろうなと思うけどね。地震っていうのは津波のその根こそぎ生活奪われる感に比べたら、地震ってのはまあちょっとあれだけど、それでもやっぱ全然大変だよな。停電とか、まあ道が寸断されてたりね。あんまりテレビ見てないからその辺あんまり伝わってこないっていうか、伝わってこないっていうかね、伝わってこないんだけどね。テレビ見ないとあんまり情報入ってきませんね。某掲示板ばかりは見てると、吉沢ひとみ容疑者のことしか知らない。それ大谷が25ホームランだったらしいや今日とかね、そういう話題しか見に入ってこなくなっちゃうからね、よくないね。いつでも話題は、ういえー、5回まで投げてもらうか、勝だ。大島、谷、三振。あれだ、一郎に画面がいいかな。でも3割8分2厘。強化版小笠原みたいな成績だな。いや、打たれるわ、そりゃ。そりゃ打たれるわって感じだ。そりゃ打たれるわ。普通に投げたら普通に打たれるわ。しかし、5番がニールだからちょっとやりやすいな。左2人並べとけば、
まあ、イチローの後ニールだし、ニールはそんなに、ね、そんなに怖くない。2割1分8厘だから。2割1分8厘だ。よし。よし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 。おろ、びっくりした。このラインを、ラインを入れっぱなしにしてるっていう。パソコンに開くと、ラインが、ライン、パソコンでラインをやるやつ。いや、スマホもあるんだけどね。ダメだな。ダメだな。でもピコポコっていうあの音ってさ、あの、LINE の音じゃないよな。LINE の音じゃないというか、スカイプの音だよな。だからまあ、あの音がしたからといって、LINE とは限らない。スカイプかもしれない。もう9月入ってね、すっかり寒、涼しくなっちまって。夜とかも結構涼しい。ちょっと待て、ちょっと待て。誰、田口か、変えよう。ここら辺で、立てば生かせます。ここでピッチャー。はい、はい。でれ。勝てそうですね。フォアボール、出塁。この杉本もモーションの大きい投げ方をする。焼きつく投げで。ちょっとわからんけどな。あの、ちょっと、ほら、ちょっとあの、グローブを高めに構える。ちょっとモーションの長い投げ方をする。背番号18なんだね。わかる？ちょっとここに手を残す。グローブで手を残す。そういうモーションをします。貴重なんで、その投げ方するピッチャーって。さあ、つぼいだ。バントさせようかな。あ、バントさせるんだって。やめていた方がいいんじゃないかな。まあでも、三塁ニールだからな。守備難のニールだからな。いってくれ！ああ。行ってくれれば行ってくれればセーフだったね。頼むぞ清宮、ここで打とう。2割8分5厘ぐらい。思い通りに試合が運びすぎると、ちょっとそれはそれでまた面白くないというジレンマが。ブロース。これブローズ、オバンドのところ出して大丈夫か。普通に右対左でオバンドめっちゃ打つぞ。普通に打つぞ。これ一郎ってなんでライトやってんだろうな。センターやればいいのにね。バント。田中健介、とりあえずバントを見せとく。バント見せて、ボール見送って、次の球をもう一回バント。あ、見られたな。いや、見られてないわ。バントのままでいい。あ、ダメか。あの、レフト、サードがね、トロリーニールだからね。ニールだからね。あんまりその、バント作戦を、セーフティーバント狙いの作戦がそんなに損にならないというか、やったもん勝ちという感じが。だから、焼き付くにおいてはもう、サードはかなり大事。バント構成仕掛けられたら勝てないから。欲を言えば、サードは守備 S、肩 S の選手を置いておきたい。じゃないともう本当に、あの左の俊足のバント構成にも勝ち目がないから。勝ち目がなくなる。さあ、イチロー対立山。メジャーリーガー対決です。しかし、ここは立山は、に軍配が、上がりました。上がりました。
まあ、所詮打者一人の力なんて大したことはない。というのがなんか、やっぱゲームや、こういうこの上から目線のゲームをしてると思うね。その経営者目線というか、その監督目線のゲームをしてると、打者一人云々で勝ち負けはそんなには変わらない。やっぱその勝敗のあやを左右するのは投手かなって気がしますな。シーズン長い目で見れば、いや長い目で見てもかな、前と後ろを固める打者によってっていうところがある気がするな。だからこの清宮に関しては前が強力だし、後ろのオバンドも強力だから結果を収めてるのかなという。逆にこの前を打率2割そこそこ、後ろを打率2割そこそこの打者で固めれば、いかに清宮が3割30本を打ったところでね、多分勝ってなかったんじゃないかなと。打線っていうのは1人の力でどうにかなるもんじゃない。逆にピッチャーっていうのは1人でも本当にすごいやつが1人いれば、その選手だけで20勝ぐらい、20ぐらい勝ちを貯金作れるから、もうそれでね、60勝60敗で5割のチームが80勝60敗で20貯金作ったら、もうそれはもう優勝でしょうってなっちゃうからね。ピッチャーの影響は大きい。さあ清宮だ、今日めちゃくちゃ当たってる。2割8分5厘まで上げてきた。今虫の音がすごいね、この時期は。セミの鳴く声が夏は聞こえるし、夕方になるとコオロギとかスズムシの鳴き声聞こえるし、虫フィーバーだ。フォアボールかな、フォアボールでいいぞ、全然フォアボールで構わんぞ。いや、ファール。ここ長打を狙おう、ストライクを入れてくれたところだ。いや、今のは悪くない。今のは悪くない。長打狙いで。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。OK っす。いや、強いね。こう見ると打線が熱い、熱い。ここでおばんどうだもん。清宮歩かせた後の方が怖い。打率3割5分5厘よ。ちょっとおかしいからな。おばんどうの成績じゃないからな、これは。ちょっと、このまま立山に行ってもらおう。メジャー帰りのその実力を。実際はメジャーまだ行ってないけど。ミッツ。誰だこの守備じゃ。野球はやっぱね、守備と投手だと思うんだけどね、こんだけ守備ガタガタでよく勝ててるよな、本当に。まあ、投手力もさしてある方じゃないしね、このチーム。藤立対立山。しかし、ここは犠牲フライが精一杯。だいぶ出した方がいいんじゃないかな。へえ。オリックス9番に三輪なんだね。DH の入ってる9人の、9人のその打順だからさ、9番目にはその、1番につなげれるバッター入れた方がと思ったりするけど、イチローが4番打つ関係でそういうふうに打線を組むのかな？ちょっとわからない組み方をしてる。まあ、一番打率の低いバッターを一番9番に置くのが、まあ、打席数の関係からは一番理にかなってはいるんだけど、投手を9番に置くのと同じ理由で。勝ちです！いやー。普通に勝っちゃった。もうちょっとハラハラの展開がいいな。安定して見てられる。なぜか安定して見てられる。打力がすごいんじゃないか、うちは。本当に。打力がすごい。1、2、3、4が、1、2、3、4、5が凄まじくて、
まあ6番に田中健介が調子よく打ってくれてることもあってまあでもこの試合はたまたまだね。稲葉がたまたまそこで満塁ホームラン打ったから、たまたま打ったから勝てたようなもんだな。ここはできすぎだし、いやーまあでも勝ちは勝ち、いい試合でした。次回おそらく優勝シリーズになるでしょう。この長かった清宮シリーズもついにいよいよ優勝という形で幕を閉じることになるのかな。あと何試合だろう、あと135試合だからあと11試合ぐらいだけど、マジック5だから3つ。いやでも来週は、次回絶対優勝するわ、きっとこれは優勝する。こういう風に普通に勝っちゃったらあれだね、あのサムネどうするか考えちゃうね。サムネどうすかなーみたいになっちゃう。村越博久、ひろひさかな。おー暑い暑い、昼間は暑いです、まだまだ暑いです。やっと体のことが上がってきた。迷うね、奈良原使うか金子誠を使うか、ちょっとあの打線だけ組み替えてから次回1号でしときましょう。ちょっと何聞いとこう、新庄についてスイッチいった、バカじゃないの、やりそうだけど、やらせそうだけど、進化はいけそう、期待値はいるんだけど。さてどうすりゃいいんだ、まあ、清宮ちょっと調子トレーニングした方がいいな。2割8分の田中健介と2割5分8厘の金子誠と2割1分8厘の奈良原、このあれで別に負けはしなかったんで、そうだな、奈良原を金子に誠に変えてこのままにしてみるか、このまま行ってみるか。うん、右左でしょ、多いな。まあ右投手が多い時代だから、右の本格派の多いパリーグだから、これがハマってるっていうところもあるかもしれんな。この時代の左ピッチャーでいいパリーグの選手って言ったら、いないね、いなくないか。ちょっともう一回、あの時間が後ろもたもたしてますけど、この時代あんまりいないんじゃないか、個人成績、投手成績、こうか、違うな、ランキングか、右左。うわ、全然左ピッチャーいない。だからかけてんのか。全然右左投げがいないわ。佐久本と前川ぐらい。あと吉田修司は中継ぎだしな。投球回で見ても、前川と佐久本がいるだけだな。本当だ、全然左ないや。なるほどね、だからこんだけ左並べてて強いんだ、うちは。だから坪井とかあの辺は、坪井とか、まあ小笠原もそうかな、そのコーダ BA とかそういう風な数字以上にそれは打ちますわって感じになってますね。清宮を左だから
打線に組み込めているのはすごく実はプラスになってるんだね。いやー、勝つべくして勝ってるね勝つべくして勝ってる。野球つく面白いな、やっぱな。やっぱ面白いな。やっぱ右ピッチャーばかりの、いい右ピッチャーばかりの時代はやっぱ左バッターがいい、左バッターがいい。このし、左ピッチャーが若いっていう時代にはやっぱね、右打者がいい成績を残してたのかな。ということで、まあ今日はこんな感じでした。だらっと喋っちゃいましたけど、ほなまた次回、多分優勝号でお会いしましょう。ほなまた。